ランナー向けの簡単時短ご飯。テーマは筋力アップ。ランニング後のリカバリーに、良質なタンパク質と糖質を補給できる納豆キムチのサラダチキン丼を作ります。沸騰したたっぷりのお湯に小さじ1の塩を入れて、ほうれん草を1分茹でていきます。一体タップしかい、茹で上がったほうれん草は冷水にとり、しっかりと水気を絞ります。3、4センチの幅に切っていきましょう。ボウルにほうれん草を入れ、すりおろしにんにく、塩、醤油、ごま油、鶏ガラスープの素を入れてしっかりと和えます。サラダチキンは食べやすく1センチの幅に手でほぐしていきます。別のボウルに納豆、キムチ、ほうれん草のナムル、サラダチキンを加え混ぜ合わせます。丼にご飯を盛り、上から具材を乗せて、中央に卵黄を添えます。お好みで小ネギやごまを振りかけたら完成。良質なタンパク質と糖質を一緒に摂ることで筋力アップを目指していきたいですね。ランナー向けの簡単時短ご飯、次回もお楽しみに。